コシャスなのですザカオモトキ。さあ本日はですね、はい、あなたとあなた戦っていただきます。あ、俺モトキと戦うんだ。ポーズが新しかったね。戦っていただきますよ。で今回もちろんながら大声で戦っていただきたいと思います。何がもちろんながら。何がわからないけど、そうよくわかんないけど、やべえ、俺昼にめっちゃ飯食っちゃった。今回ハンデ戦で、はい、あの多分純粋にザカオとモトキが戦ってもさすがにモトキが勝つと思うんですよ。前ね、ペヤングでハンデ戦ザカオと俺でやったんだけど、全然勝てたから。あ、そうか、そうか。俺ハンデ戦なんかなんだかんだ呼ばれるけど俺勝ったことないからね。そう、だから今日こそトントンなんじゃないかみたいな試合をお持ちしましたんで。でザカオは空腹と。まあ俺は朝早く食ってから、そっから食ってないから。でモトキはお昼はちゃんと食べたの。ちゃんと食べましたね。何時ぐらい食べました？1時ぐらいです。今3時です。あ、じゃあおやつの時間だな。で、まあ今日僕が持ってきたということは、まあちょっと甘いもの持ってきました。おー、んだほど持ってくると甘いものなのか。あの、僕はそんな甘いものいっぱい食べれない。あ、そうだね。あ、なるほどね。そう、ちょっと勝負にならないということで、今回モトキ対ザカオバーサス大食いを今日もやりたいと思います。よし、やっていただきましょう。まあ、バーサス大食いって何ぞやっていうと、まあ、とあるゲームをやって、そのゲームで出た数字の数だけ相手に食べさせるっていうオリジナルゲームでございます。はいはいはい。だからダーツで、まあ、刺さった点数だったりとか、うん、まあ、サイコロで出た目だったりとか、そう、その分相手に何かを食べさせるとかね。そうなんです。なんで必ずしも大食いが強いからといって勝つわけでもあります。はいはい。まあ、ゲームが強い弱いも関わってくると。そうだね。今日やりたい大食いの食べ物を先にご紹介します。はい、こちらです。宮田のヤングドーナーツ。懐かしい。いや、これね、よく駄菓子屋さんとかに売ってた。そう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 。で、なんか4つ入ってるんですよ。そうそうそう。まあ、ちょっと1個開けます。3つだったっけ。いや、4つだったよね。4つだったよね。うん、あ、すごいよ、やっぱ言う通り4つ入ってます。これなんか聞いた話によると、はい、ザカオめっちゃ好きなんでしょ。めっちゃ食うよ。そう、いや、ザカオはやっぱ偏食で有名じゃん。そうだね。偏食ってことは何かを偏ってめっちゃ食べてることにもなるんですよ。これが要するに偏りの一部ってことでしょ。俺必ず駄菓子やったら勝つ。そうでしょ。偏ってるね。そうなの。あんなにバリエーションあんのに。で、今日お昼ご飯食べたらもっと気合いってですけど。ああ、いや、いいと思うわ。おやつとしていいじゃん。ね、このぐらいだったら全然いける。いけます、いけます。意外といい勝負するんじゃないかなと思って、はい、今日はこのヤングドーナツでバーサスをやりたいと思います。おお、くれくれ。何のゲームでやるか。確かにそこ結構重要だよ。今回ドーナツなんで、こちらです。はーい。ドーナツなのでこれなんですよ。輪投げでーす。みんなやったことあるでしょ。はいはい、あるあるある。まあ、ドーナツかける輪投げで今回バーサス大食いしていきたい。なるほどなるほど。まあ、どっちも輪っかみたいな。今回ね、まあ、輪投げのルールに基づいて3つ輪っかを差し上げます。はい、はい、で、1ターンごとに3球投げます。で、その入った数の点数分ドーナツを相手に食べさせて、食べれなくなったおの負けです。わー、点数分マジで。ただ、結構離すんで今回難易度高めの輪投げにするんで、これでちょっと輪投げドーナツバーサス大食いを始めたいと思います。いや、最初俺ミスドのドーナツでやろうかと思ったんだけど。でもしんどいでしょ。いや、一旦で終わるなと思った。一旦で終わる。ドーナツを輪投げの入って点数分食べさせ合って食べれなくなったら負けのバーサス大食いやっていきましょう。こんな感じで椅子の上に設置してます。ちょっとカメラの都合的に縦面に設置してるんで、やや難易度高いです。まあ、椅子でワンバーして入る分には OK にしましょう。入れば OK です。で、投げる人、そのソファーの後ろから投げてください。OK。はい。バーサス道具特有のルールで、先行後攻関係なく食べれなくなったら負けなんで、はい。このじゃんけんめちゃくちゃ大事です。うわ。もう雑魚に譲るわじゃん。え、いいの？マジ？俺、さっき球2回入れちゃったから。練習でね。たまたまなんだけどね。あ、じゃあ先行もらうわ。はい、じゃあ今回のバーサス道具ドーナツ編は、雑魚を先行、元木高校でやっていきましょう。さあ、視聴者の皆さん、どっちが勝つか予想してみてください。モトキが途中から俺の声に合わせてくれてたんで、ね、これもたまたまです。たまたまです。バーサス大食いドーナツ輪投げ対決、ザカオさんお願いします。スタート。よし、行くぞ。いいよ。うわー、結構惜しくない。いや、いい。うるせえ。いいとこでやってるよ。まさかのゼロ。いや、先行取れたのに。あの、今回ちょっとドーナツってめちゃくちゃいっぱいは食べれないと思うんで、はい、ちょっとゲームの難易度高めです。何個食べた？始まったさ。あいつね、メンタル有利取ってくるんで。いつもダコちゃんとやってる時やばいよ。そう、あれが結構きついからね。あんま相手にしない方がいい。あ、そうだ。いきまーす。うお、しやべ、7位入りそうよ。まあ、ゼロっすわ。難しい。
しい。ちゃんとむずい。まあ、初めてじゃないんだよ。だんだん慣れてくると思うんだ。そうだね。感覚になればだね。2周目いきます。力強いな。わー、ちょっとだけ。ちょうどいいんじゃない？3ついただきます、うん、いいじゃん、いいおやつだ ね。最初はね、美味しいと思って一気にいくんだ。結構重たいからね、グーナッツってあのね、後悔してるいや、だろうな、マジでヤングドーナツ、マジで質量すごいよ。ヤングドーナツはマジでね、1個ずつ食ったの絶対ね、いい。うん、お作法だわ。食べた。あ、ナイス。おっしゃ、いいね。いきますわよ。今絶対入ったと思った。ポイント入れらんないと食べさせられないんだよね。そう、今回ゼロポイントっていうのがありえるからね。これあるぞ、俺今日、俺の勝ち。いきます。マジ？勝てるスポーツ知らないんだけど。二袋。二袋。まるまる。はい、もときさん二袋でーす。初めてかこれ。バラバラの時食べずに勝つの。これはすごいぞ。やばいね。すんごいよ。大食い食べないってことあるんだね。すんごいよ。いただきます。面白いなこれ。面白いな。アフタヌーンティーやってんじゃねえんだ。まあ小さいとはいえドーナツですからね。そうそう。いやこれちょっと多分今回元木勝つって思ってた人多いだろうに。元木昼飯何食ったの？確かに。八重山そば 500g。 めちゃくちゃ食ってから食ったら聞いてたけど、そんな食ったの？すごい、早い。早いね。15年ぐらい前のさ、実家の CD ラジカセ思い出したことあるお、食いよった。よくも8に入れてくれた今11歳だよ。そうだよ。このルールのいいところは、8に2回とか入れたらもう逆転ですから。なんか普段あのパッケージから食べてるからさ、お皿に入れたらちょっといいね。いただきます。いらっしゃい。うまっ。うん、いい。これこれうまいね。うまいっしょ。俺が入れた子はお前これ11個食ってんじゃん。そうだよ。ごちそうさま。えー、完食。うわっ、うわっ。あーやばい、あーやっちまった。やばい、流れが。うわ、やばいよ。やばい。おい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 。こういう攻撃してくるボスいるよ。うえー、危なっ。はい、オッケー、勝ちてー。いきます。まあまあいいところいってるんだけどね。入るぞ9。上から投げる投法。ちょっと2回言ってる。2回言ってるね。2度投げた今。頭痛が痛いみたいな感じだよね。そう、ダメだな。いや、今の威力は跳ね返るよ、絶対。そうだね。コントロール悪かった。やばいよ。やばいって。やばいぞ、俺全然痛くなってきた。リングフィットアドベンチャーで。はい、こちら17個です。ヤングもびっくりで。
ヤングじゃねえよ。ヤングではない、これは。うわ、怖っ。何これ。うわー、いただきます。はい。17個。でかすぎる一撃が。今までやっぱさ、この仕事してればさ、いろんな大食いするじゃん。する。なんか別角度なんだけど。一番ちげえよって言いたくなるんだよ、これね。8、9はもうこれ以上ない。笑っちゃったな、マジで。日々少しずつ食べることに喜びを見出すタイプのお菓子ではある。すごいね、工場とか見てみたいね。なんか悪いことしないとこの量作れない。悪い人をドーナツにしてた。悪いことして捕まったらドーナツにされちゃうからね、宮田さんにね。気づけたらいいよ、みんな。すごい、だってこれ、まあ、Amazon でだけど、4個入りの20袋入ってて、はい、80個入ってるんじゃない、うん、それで1430円だからね。安っ。悪い人がドーナツにしてるんだよ。やめて。坂君、余裕がなくなってまいりました。あの腹の余裕全然ある。メンタルとなんか顎の余裕がなくなってきた。いや、今点数で言うと22対11です。あ、すごい、すげえ。あー、よく食べたな。あ、そうなの。え、待って、嘘だろ。2、2、2狙ってみ。あー、これがこのままこう来るかもしれないってことでしょ。そう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 、恐ろしい、恐ろしい、マジで恐ろしい。うい、素晴らしい、完食完食。なんかこの時のテンションが上がってきています。砂糖砂糖砂糖、押したー。はい、あもうすごいよ。いやー、これ箱で5個ぐらい頼むから400個はできます。400個。入るね。なんでだろうこれ。いや、真ん中穴開いてっからじゃない。あ、今度じゃあんだほとちくわの大食いやろう。やめます、やめます、撤回します。ごちそうさまでした。素晴らしい。入ってほしいんだよな。狙いはいいんだよ。おっしゃー、どんなとこ入れんだろ。あー、うわー、オッケー。はい、あ、ほっほっ、シャー、はい、ゴーゴー。これでトータル31ですね。いや、これあるぞ。これ、ザカワって1回も勝ったことないもんね、大食いで。ない。おい、完食。すっごい遠く感じんだよね。だんだんね。入ったー。6かー。やばっ。6っていう数字は真ん中に穴が開いてるでしょ。あれ、ドーナツを表してるんだよ。いや、ドーナツ食べ過ぎて。え、じゃあ9はどうなの。9は、9は、あれよく見て、真ん中にちょっと上の方に、うん、これ穴開いてるでしょ。あれ、ドーナツを表してる。え、じゃあ大きい、大きい。8は、8なんかを、これ気づいた人すごいよね。真ん中と上と下両方に穴開いてるでしょ。開いてる、あれね、2つのドーナツを表してる。すごいでしょ。すごいね、マジで。とんでもない。怖いね。怖くなってきた。なんか怖いよ。一気にいっちゃった方がいいよ。マジやめた方がいい。それね、お腹のキャパとか関係なくアウトだから。違うんだ。一人やってみ。でもこっち2個余ってるね。2個食うわ。楽しい。これ1杯でパンか飲むの。もう飲み物買ってもらおう。はい、これで31対28ですね。いい勝負。あ、いい勝負なんだ。そうなんです。うわー、今の悔しいね。あー、うっそー。ダメ。怖いね。光の速
さでドーナツを食べたことあるか。ヒザルの行事って宮田さんだったんだね。宮田ボルサリーノ。やばいだろ。しないんだよ。いきます。だからめっちゃ。あら。ファイヤーファイヤー。惜しい。熱い熱い熱い。俺の番。よっしゃー。やろう。やばい。いつからこんなに大きな思い出せない記憶があったか。もうだけど、もうないわね、ドーナツに。これドーナツホールを作曲した人、これハッチさんって言うんだけど、これ実はドーナツを表してるんですよ。ありえるぞ。ちょっとありそうじゃない？ないですね。ないか、まあ、結構これ糖分でやるべきだから。じゃあお前ら昨日も大食いやってるでしょ。俺やってる。俺だけ。すげえな、もっと聞けな。やばいね。YouTuber なんかフードファイターなんかいろいろ分からんよね。はーい。食べたことあるか。いや、なんか、のマイターンキャラが変わってくる。やばいね。やばいよあれ。89入った時めちゃくちゃ面白いからもうドバーってなる。いやもう飛んじゃう。完食か。すごい食べるわ。ご褒的な飛び方を心得よう。ドーナツで。あ、これあれじゃねえ。でもさ、 R 指定さんのさ、 R じゃん。 R 指定さんの R ってあれよく見ると
穴開いてるんだ。あれドーナツ笑うやばいんだよな、ほんとに。あやっても目指せ登録が1000万、奥でもか、チャンネル登録よろしく。せーの、あれ。